ナマステチョモカです。これから兵庫県に向かいます。それでそろそろ暑くなってきたので、5月に入ったので冷蔵庫を積もうかなと思って今初めて置いてみたところです。レオンくんですね。タケルくんとかワクヨさんとかを使っていたらいただいたので、なんかいつもありがとうって言って送ってきてくれたんですよね。試しに使ってみたいと思います。はい、こんなに大きいです。これ分かりやすいね。ここにあるとこれくらいのサイズだなって感じで、開けてみると、はい、ドクターペッパー2、4、6、8、9本入ります。10本は入らないですね。横にしたところ15本入りますね。缶はこのくらいにしたらいっぱい入るんですけど、ここ超えちゃってますね。これね、刺してみたいと思います。お、ピーって言いました。今19度、マイナス、あ、違うね、マイナス15度とかでしたっけ、冷蔵庫って。何時間で冷えるのか運転しながらちょっと見ていきたいと思います。45W、電圧 12V から DC24V、 冷蔵庫の容量は10リットルです。設定温度はマイナス20度からプラス20度、50度で保温することができます。サイズは 410×355×284 ですね。温度設定と設定温度、庫内温度を見ることができて、冷蔵モードと保温モードがあります。冷蔵モードで使用する際は冷蔵マークを2秒押すとオンになります。もう2秒押すとオフになります。温度設定を行うときは電源がオンの状態でプラスマイナスボタンを押して、マイナス20度からプラス20度で設定することができます。保温するときはヒーターマークを2秒押すと50度設定で温めることができます。まあ私は冷蔵庫として使うことが多いんですけど、冬にあったかく使うこともあるのかな、どうなのかな、ちょっと分かりませんけども、実際に使ってみてまた車中泊動画の中でレビューしていきたいかなと思います。ドクターペーパーは家に2箱届きました。欲しいものリストどこに貼ってたのかちょっと記憶にないんですけど、突然届いてびっくりしました。嬉しいです。ありがとうございます。またね、この大きさも結構ありますし、気づいたことを発信していけたらいいなと思います。はい、車載冷蔵庫マイナス9度、2時間でマイナス9度まで来ました。最初は19度でした。この冷え冷えでドクターペッパーを飲むことができて最高でございます。はい、運転頑張ります。はい、初めての渋滞を運転してます。今はね、まだ東京なんですけど、そこまで渋滞はなかったです。今は3時くらいですね。静岡とかどういう感じなのかなって、あんまりね、道路に詳しくないし、渋滞の回避の仕方とかも知らないし、とりあえず水分を取りすぎないようにしようとか、
今マイナス12度、2時間くらいでマイナス12度まで来ました。ちゃんと凍ってるって感じですね。この冷えなドクターペッパーが飲めるのは最高。これは置く場所がないから入れてるだけなんですが、とっても冷えてますね。こうやって移動中に 1,2 時間で冷え冷えになるから、これを閉めておけばそれが持続できるわけだからね。車載冷蔵庫いらないと思ってたけどめちゃくちゃいいなって思いました。ただちょっとでかい気がします。ここの分がね余計にある気がするので、まあそれで性能がいいんでしょうけど、 ここの分で収めてほしいですね。あと色がもうちょっとサンドカラー、なんかキャンプっぽいカラーのが欲しいなって思いました。はい、今回の荷物こういう感じで来てます。これを積んで、後ろは撮影で使うキャンプ道具ですね。そんな感じで頑張っていきたいと思います。はい、エビナパーキングでメロンパンを買いました。これはメロンクリームが入ってるらしい。でも人気ナンバーワンはこっちなんだって。結構でかいですね。さてメロンパンちょっと食べてみたいと思います。大きいですね、顔の半分くらい。うん、香りがすごくいい。いただきます。裏はこんな感じ、普通のメロンパンですね。いただきます。うん、中が緑で可愛い。甘すぎない感じ。お砂糖もそんなにね、ちょっとしかかかってないから、甘とかそういうジャリジャリとかではないです。結構ね分厚くて噛み応えがある感じ。うん、美味しいです。クリームが入ってるやつの方がちょっと食べるのが楽しみ。ね、チョコチップも食べたかったんですけど、さすがに3個で700円とか高いかなと思って。うん、メロンパン好きです。はい、ただいま静岡パーキングにやってきました。寒かったのでパーカーを着て、これから混みそうなので先にトイレに行きました。全然ね、渋滞って聞いてる割には大丈夫かなと思ってたんですけど、パーキングとかがめちゃめちゃ混んでて、入るまでに結構時間がかかりましたね。だから早め早めにお手洗いとか買い物行きたい人は行かないと大変な目に遭うんだなって思いました。まあ一応ね、渋滞に備えてなんか携帯用のトイレとか買ったんですけど、買ったってか前から持ってるんですけど、こうちょっとずつ進んでいくから、そういう一人で運転してるとそんなトイレなんかしてる時間ないじゃないかって、みんなどうしてるんだろうって思いますけどね。まあ水分取りすぎないように気をつけていきたいと思います。今静岡って長いじゃないですか。だからどこら辺まで行こうかと考えているところであります。はい、浜松にやってきました。駐車場はマックスですね。ちょっとあれですね、ガソリンを入れてトイレ休憩をしてまた向かいたいと思います。おはようございます。じゃあね、冷蔵庫の一日、冷やしてたけど、こう電源が入ってないとね使えませんので見てみたいと思います。まだ温度表記がされませんが、昨日間違ってマイナス15度とかにしてましたよね。マイナス15度って0
冷蔵庫じゃなくて冷凍庫の域まで冷やしてしまいましたね。それでシャリシャリに凍らせてしまったんですよね、ドクターペッパーさんも。はい、かなり冷えてます。こんなに冷やさなくてよかったですね。何度がちょうどいいんだっけね。冷蔵庫の基準で言うと0度からマイナス10度くらいですよね、普通ね。ちょっとまだ設定が出てこないんですけども、マイナス5度くらいでもいいんじゃないかな。マイナス5度からマイナス10度くらいがいいんじゃないかな。じゃあ姫路に行きたいと思います。渋滞ナウ。鈴鹿パーキングエリアです。ここはフードトラックがあって11時からですね。あとなんか可愛い車とかもあります。ドッグランも結構広めですね。山も見えてすごく気持ちがいいです。さあ姫路に向かいます。はい、マイナス15度でうっかり凍らせてしまいましたね。ちょっとは溶けたんじゃないでしょうか。激冷え。うん。やっぱキンキンに冷えたドクターペッパーが美味しいですね。最高でございます。姫路に無事到着しました。初めての渋滞でしたが、私の通る道はそこまで渋滞でもなく、まあ事故が3件くらいあって少し渋滞してるくらいでしたね。やっぱりちょっと長距離は疲れますね。冷蔵庫があったんで初めてね、冷たい飲み物が飲めたのは良かったなと思いました。ドクターペッパーを4本くらい飲みました。姫路のメンバーで遊んできます。じゃあ